So much shine, wish
そうでやばかったんですけど、まあちょっとここで真面目な話をするんで座っていただいて大丈夫でございます。やばい。ちょっとごめんなさいね、本当になんかめちゃくちゃなことやっちゃってごめんなさい、本当に。はい。感じです。聞いてくれ。ちゃんと話すから。いや本当に4年間本当に皆さんありがとうございました。本当になんか。ああもう先輩後輩同期もうどこを含めても本当に4年間本当になんかね優しくしていただいて本当にありがとうございました。もうこんな人なのに本当にねみんな遊び誘ってくれてね本当に楽しい4年間でした。はいって感じです。でああごめんなさい泣いてます、いや先にああちょっとさっき思いついたこと言います。ちょっとマイケンにちょっと言いたいことがあって、それは誘えてなかったんだけど、なんかもうね4年間ってか俺が入った時からもういやマイケンはめちゃくちゃうまいし、いや俺は最初めっちゃコンプレックス感じてて、なんかそのねめちゃくちゃうめえからもうどうやっても勝てねえなみたいな思ってて、ちょマイケンどこいんの？いやなんか本当にね。いやカンナとかやっぱ、まあ、そりゃマイケンだよねって思いながらもね俺が出たいなって思った時もめっちゃあったしね、そうそうそう、でそういうなんかまあでもやっぱ結局ねカンナ見てみればやっぱいややっぱマイケンだよねみたいなのが多くて、それがまあ自分の中でモチベーションになったっていうのがあってすごい。でまあここまで4年間やっていけたし、でまあクリコンとかで一緒に2、3声ね一緒にやれて、でなんかそこでやっとちゃんと仲良くなれたと俺は思ってて、いやだってもうマジで話してないからねマイケンと、だってスタジオ以外来ないんだもんこの人本当に来ないんだから、そうだからね全然仲良くなれなかったんだけどね、うん、でそうなんで俺今それ思いついたかというと、そのさっきのマイケンの企画でなんかマイケン弾いてる時に目あってなんかそこでてかまあ俺あのスタジオでマイケンも言ってたんだけど、そのマイケンが自由に弾くときに俺がうれしそうにしてるみたいな話をしてくれて、でそうそうでそれがなんか今日もなんかマイケンが自由に弾いてるときに俺が喜んでたらすっげえいい顔してて、なんかそれがめちゃくちゃ俺はなんかもう心に来ちゃって、そのそれで俺一回泣きました、うん、本当にマイケンの企画やっぱいいなって思うし。
なんか優しさも全部なんかマイケンのね心が詰まってていいなって思ったね。本当になんか同期にいてくれてよかったなと思うしね。なんかいやマイケンいなかったら俺絶対ベースクソ適当にやってたもん絶対。だから本当にありがとうございました。やめてそれ、それやめて、泣くからやめて。はい、っていうのがまあちょっとそういうのがちょっとさっきの企画え？あやまたやっちゃったわ。ありがとう。そういや本当にマイケンが同期でいてくれてよかったなって思いました。本当にね、なんか仲良くなった期間は短いけどね、本当になんか詰まってたね後半にね。いやそれが良かったなって思いました。本当にありがとうねっていうのがちょっと先思いついた話なんで、でちょっとまあこの後の話もあんま用意してないんですけど、まあ話したいことが3点ぐらいありまして、まあ、主に最初後輩から後輩に言いたいことを言います。ああちょっと本当にちょっと考えてくればよかったな。俺が自分が4年間やってきてなんか音楽って何なんだろうとかっていうのを思った時があったんですね。でなんか別にそのサークルでやる音楽って別にプロになるわけでもないし、そのまあ本気でやるのはもちろんだけど、まあなんかね、なんだろうなみたいな気持ちになった時は結構あって、でもなんか個人的にその多分4年のなんか春ぐらいにあそうなんだなって思ったことがあって、俺自分にとって音楽っていうのがなんか上手くなることが目標じゃなくて、人とつながれることが目的であって、単純に音楽っていうのはそのための手段だなっていうのが自分の中で思ってきて、なんか それ考えたらすごい前向きになれたんですけど、何を話せばいいんだろうな、ね、またやってるこれ、いやそうだからそうだからその、考えがあったからやっぱり今まで先輩とかにいっぱい誘われて本当に何企画やったのか分かんないし何百曲やったのか分かんないけど、本当になんかその、人と一緒につながりたいなっていう思いがめっちゃあったから今まで頑張れたし、まあ、それこそ本当にスタジオにいる、まあ、今回だったらやっぱりねリサとか、ね、ずっとなんかどんどん上手くなってくるしでヒロも個人連バカ入ってるしあれ何だったんだみたいなぐらい入ってるし、なんかそういうモチベーションになるきっかけもあったし、その人とのつながりっていうのがやっぱり一番大事なのかなって思って、でなんかそれ考えたら結構気楽にできるようになったし、なんかなんだろうな、まあだからそのために自分は音楽上手くならないとみんなに誘われなくなっちゃうなっていうのを思って結構練習もしたし、まあでステージ上ではねなんかバカにされることもあるけど楽しくやろうかなっていう、そうでねそれこそ本当にだからあこれ自分で言うと恥ずかしいけど、まあ、自分と俺とやったら楽しいみたいな、企画をどの企画も考えてて、まあ、それが一番頑張りましたって感じですね。で、なんでそれを後輩に言いたいかというと、まあなんか、まあ、これは一個の正解、一個の考えであって別に正解ではないと思うんですよね。で、なんていうかな、まあ、自分的にはこれが正解だなって自分にとってはね思ったんだけど、まあ、もちろん上手くなるを目的にしてもいいし、このサークルはすごいみんな上手い人集まってるからね、そうだから自分がとにかく上手くなりたいと思ったらとにかく練習してほしいし、で、まあ、自分と同じように、一緒にバンドを組んでくれる人と仲良くなりたいと思ったら、まあ、演奏面ももちろんだけど他のところとかで、一緒に遊んだりとかそういうところとかも頑張ることが大事なのか、まあ、頑張るっていうかね、まあ、なんかね仲良くすることが大事なのかなって思うし、まあ、自分はそっち寄りだったから、うん、だからまあ、うん、あやばいどうしよう本当に原稿書いてくれるのかな、まあ、だからそうだから自分にとってはそのスタジオっていうよりは俺ロビーにいる方が楽しいって思ってて正直ね、そうあのロビーとかさそういろんなとこでなんかくだらない話とかしてるタイミングが俺めちゃくちゃ好きで、あの瞬間の方が結構どの企画も思い出すのね、結構なんか
最近1年からスケジュール遡っていろいろ見ていったんだけど、なんかあの時ああいう話したなとかいろいろ思い出して結構やっぱそういう時間の方が自分的には好きで、うん、だからなんかそういうね空気を作れた皆さんに本当に感謝してるし、後輩はこれからもなんかそういう考えを持って音楽やってほしいなって思います。本当にありがとうございました。後輩も本当にご迷惑かけました。引き継ぎもしないで本当にごめんなさい。はい、ちょっとはしたんだけどね。あ、そう、それはある、それはある、うん、全部クリスさんから来た引き継ぎいや本当にありがとうございました。本当に本当にご迷惑をおかけしましたで、まあ、先輩は本当に今の話に関連するけど本当に仲良くしていただいて、で、まあ、でも多分ね、あの企画とか誘われなかったら全然こんな仲良くなってないんだろうなとか思って、なんかその自分に期待してくれて本当にありがとうございました。本当にで、まあ、特に一個上は本当に最後の最後までご迷惑をおかけしましたが、本当にね、もうこうやって来てくれて本当に感謝してます。本当にありがとうございました。やばい、俺あんま一個上と話す時ない人じゃないですか。でも俺ねそうそうそう、あんま話さないじゃないですか。でも俺めっちゃ大好きなんですよ、1個目もやっぱりごめんなさい。いや、やっぱね、3年間一緒にいるってでかいよねって思いますし、いや本当にね、あーごめんなさい、本当にあー本当に感謝してます、1個目は。でもう2個目、3個目もなんかほとんど1、2年しか被ってないのに、なんかいろいろ遊んでくれたりとか飲みに誘ってくれたりとか、で卒業してもなんかずっと誘ってくれるし変な時間に誘われるけど、でもそれはやめていただいてほしいんですけど、なんかね、あの日空いてるとかいろいろ言ってくれたりとか遊んでくれて本当にありがとうございました。で、そう、2、3個上まとめちゃうけど、やっぱりなんか自分が入った時のドリーマー作ってくれたのはそこの代なのかなって思って、で、あ、これも言ったよ、入った意味っていうのがやっぱその、まあ、音楽はもちろん上手いのはもちろんなんだけど、なんか居心地がいいなって思って入った面がめちゃくちゃあって、ここで4年間過ごしたら絶対楽しいなって思って、でそれを作ってくれたのはやっぱり 3、4年なのかなって、あ、3、4年っていうとややこしいけど、まあ、2個上、3個上なのかなって思いますし、で、まあ、俺めっちゃ新刊の時桜井さんが暴れてたのめっちゃ覚えてて、でなんかそう、そういうのがめっちゃ楽しいなって思って入った自分っていうのがめちゃくちゃ印象に残ってて、ちょっと北村さんうるさいっすなんでそう、本当にそういう空気作ってくれたのは感謝してますし、で2個上はね、やっぱなんか今のタイミングに重なるけど、やっぱ卒婚の時期とかいろいろ考えてくれて、でもやっぱ最後はやりたいみたいな感じで、ああいう形でやっていただけて、でもう僕らも本当に送り出せるような形になったのかなと思えて本当に感謝してます。本当にありがとうございました。いっぱい誘われたしね、本当になんか、うん、幸せだったなと思います。あ、そう、愛称はね、たくさん誘われたし、あ、TM はコピーしないでごめんなさいっていう初回何もコピーしないで来ました後輩には話したし、あ、同期はね、なんかね、最近急に仲良くなったけどね俺もう最後までこれ無理だって思ってたで、なんか、うん、で部長としてもやっぱさ仲良くしたかったの全員と、でもなんかね、来ねえしもう無理だなって思ってたんだけど、そう、でもなんかね、最終的に仲良くなってよかったなって思います。でなんかね、仲良くなったのは誰のおかげとかもなく、その一人一人がなんかその、なんだろうな、優しさとかを持ってるのかなって思って、本当になんかそういうなんか力は本当にみんな尊敬してるし、一人一人がね、全員寄り添ってさ集まれる関係って本当にいいなって思います。で、まあ卒婚でね、ドリーマーの生活はみんな終わっちゃうけど、全然ね、なんかこの同期って形は全然残り続けると思うんで、死ぬまでね、なんで全然ずっと遊びましょうって感じです。本当に皆さんありがとうございました。幸せな世の中でした。
ありがとうございます。で、次の曲はね、If You Want Me to Stay っていう曲やるんですけど、あもうまあレッチリもカバーしてるからいいでしょうっていう感じで入れたんですけど、まあ本当は俺空き缶で空き缶バンマスだったんですね。で、本当はめちゃくちゃ絶対やろうと思ってた曲で、でなんでかっていうとやっぱ春缶で新さんの春缶1年の時の見た春缶でやっぱもともと好きだった曲だったんで、やっぱそれを見た瞬間にちょっとやっぱドリーマーってうまいサークルだなって思っちゃって、本当にてかメンバーめちゃくちゃいますよね多分。えですよね。いやそういや昨日もね見ててすげえ泣きそうになったんですよ俺結構。いやあれがすげえいいライブだなと思って、でまあなんかその気持ちの源泉ってなんかそのあれなんですよ、まあ演奏面どうこうじゃなくて、その普段はめちゃくちゃなんかめちゃくちゃなことしてる人とかがなんか春缶のあの舞台ですげえ演奏するって本当にかっこいいなと思って、でそれこそなんかドリーマーって結構普段の面終わってるじゃないですか本当に。でもなんかその中でなんか終わってるサークルなのにちゃんとそういう演奏面やるんだっていうのがすげえ鳥肌立ったのが覚えてて、でまああでもそろそろ入場して、うん、でそれをね、先輩への恩返しとして俺は期間で本当はやりたかったんですけど、まあ残念ながらね期間もちょっと延期ということになっちゃって後輩に託す形にはなったんで、まあそうっすね、いやめっちゃやりたかったな期間ね。そのぶっちゃけその投資とかも何もできないまま終わっちゃってめっちゃ悲しかったんですけど、まあ、自分がバンマスでそのスタジオに入れたって形だけでめちゃくちゃ満足してるんで、本当にあ聞いてる皆さん、あの本当に皆さんには感謝してます。本当にありがとうございました。本当に一緒に組んでくれてありがとうございます。あ手取りは後で公開するんでちょっと、まあ、あの俺が弾いてるのイメージしながら手取り一回は聞いてください結構いい感じに作った気はあったんで、はい、でまあまあ次は、まあ、その空き缶の3曲目かな、3曲目にやろうかなと思った曲で、まあ一番てかまあ入る前から俺この曲好きで絶対この曲はドリーマー入ったらやろうと思ってた曲なんで、まあ、それをてまあ卒コンでやろうともう決めてた曲だったんで、まあ、そういうのを聴いてほしいなと思います。で、まあ、シンさんも本当にいろいろご迷惑かけたしご迷惑かけられたんですけど、なんで声かれてるいやまあ本当にシンさんとかその春缶出てた方とか本当に今までカンナの係やってくれた方とかカンナ出てた方とかね、まあ、愛子とかもね頑張りましたね、まあ、そういう方に向けて頑張りたいなと思うので If You Want Me to Stay やろうかなと思います。で、まあ、ここからぶっ続けで何曲かやるんですけど、まあ、知らない曲も絶対あるんですけど、まあ、楽しんでくれればいいかなと思うんでお願いします。適当なタイミングでやります。イフロミックスでやあ、この返してあげてください。3番です。はい。はあ、よし。じゃあ行きまーす。まだ曲じゃないんですけど、しっかり曲なんですが。
Get it.
Thank you.
いや本当に終わりだね、本当に4年間終わりだよ、最後。あちょっとやめて、茶化さないで、茶化さないで。いやあと次の曲で終わりなんですけど、本当にね、いいじゃないよ。いやごめんなさいね、本当にちょっとバカになっちゃってさ、申し訳ないわ、マジで。あ、本当？いや、俺歌うから僕だけ置いて。いや、で、なんでみんな泣いてんの？配信上げといてください。いや、本当に4年間ね、長かったよね、短かったね、本当にすぐ終わっちゃったね。なんかね。泣かないでよ。泣かないでよ。俺楽しく終わらせなかったんで、俺も泣いちゃったけどね。いや、本当になんかね。やっぱちょっとうるさい。うるさい。ちょっと本当に皆さん、本当に4年間いた方は本当に同期だね。4年間いた方は本当に今まで本当にありがとうね。もう感謝しかないわ。本当になんかいろんなね、楽しいことも、まあ、個人個人だったら大変なこともあったしね。なんかその度にまあ多分いろんな人に頼ったりしてたんじゃないかなと思うんですけど、本当にね、シュートも消えたしね。いやでもよく帰ってきたよ。いや本当になんか帰ってきてね、なんか最後の曲一緒にできてよかったなって俺は本当に思ってます。本当にマサトはこれから頑張れよって感じで、でダイソンはもうなんかやめんなよって感じで、なんかいやまあいろいろあったんですよ、卒コンの期間に。あんま言わないけど、あんま言わないけどいろいろあってね。でもダイソンもなんか俺の企画だけはちゃんとやってくれてて、なんかそのちゃんとやったギターソロを聴くたびに俺は涙が出そうでやばかったですって感じですね。本当にいやもっとちゃんとやりたかったなって思うけど、まあなんか本当にね、演奏面もなんか普通に大学生活も本当になんか皆さんに愛されてた、自分で言うのもあれだけど本当になんか皆さんに愛されてた4年間だなと思います。こんなね、失礼だしなんか適当なこと言うし、まあコピーもねちゃんとやってこないしね、ロックロールとかめちゃくちゃだしね。なんかそんななんか自分をちゃんと誘ってくれたりとか、なんか遊びに誘ってくれたりとか本当にしてくれた皆さん、本当に4年間ありがとうございました。で多分本当に4年生一同それは思ってると思うんで、本当に皆さんに感謝してますね。もう津原さんとかもかぶってないのに来ていただいて、本当にこれは黒田さんもねびっくりしてます。本当に本当になんかその、え、来てるんですか？来てるの？なんで来てないんだよ。最悪だわ。いやでも本当になんかなんだろう、まあ他と比べるとかじゃないけど、やっぱなんかどの代よりも俺らの代はいろいろ愛されてたのかなって勝手に思ってます。本当に今までありがとうございました。はい、まあそうだね、これがまあドリーマーとしての最後の演奏になると思うんで、本当にまあ感謝を込めたりとかしながら、まあ本当は楽しく終わりたかったんですけど、もうそんな楽しいとか言ってる場合じゃなく泣いてるんで、もうちょっと、うん、もうなんかね、まあ気持ちは楽しく涙は流しながらとかね、まあ終われればいいかなと思うんで、最後は本当に楽しんでください。じゃあ本当に4年間今までありがとうございました。ありがとう。幸せでした。本当にありがとうございました。じゃあ、あなたお願いします。俺が一番幸せ。すごい幸せ。Thank you.
気ありがとうございました。本当に今までめちゃくちゃな部長なんだけど、本当に皆さんが先輩にお世話になってるし、後輩もたくさん迷惑かけてるけど、本当になんか、なんだろうな、このライデーがいたってことはちゃんとドリーマーの中で、歴史の中で残ってると思うんで、本当にありがとうございました。もう感謝しかないです。誰も払ってないぞ。